バイキング海の覇者たちは2013年から2020年に放送されたカナダのテレビドラマシリーズカナダヒストリー制作日本ではアマゾンプライムにおいて配信されている2020年にシーズン6をもって終了した本作の100年後の世界を描く新シリーズがナフリックスで制作されることが発表されている制作葬式は ザ・トゥーダース背徳の王冠などで知られるマイケル・ハースト。その関係でジョナサン・リース・マイヤーズなども出演している。デンマークのカテガットで農業を営みながらバイキングとして各地を遠征していた戦士ラグナル・ロズブロークは海を西へ渡っていくと肥沃な大地があると信じ、西への航海を夢見ていた。しかし主張ハラルドソンは そのような大地は存在しないと西への航海を認めず、毎年東への遠征を指示してわずかな略奪品を持ち帰ってくるのみであった。痺れを切らしたラグナルは密かに船を作らせ、仲間を集めて単独で西への航海に乗り出した。西にあると信じる大地はなかなか見つからず、仲間からも不信感を向けられるようになったその時、ついに新たな大地を発見することに成功した。 到達したのは、ノーサンブリア王国のリンディスファーン修道院で、ラグナルたちは、無抵抗の修道士たちを虐殺し、宝物を略奪し、一部の修道士を奴隷として、意気よ々よとカテガットへ帰還した。西への航海を成功させて、大量の宝物を略奪してきたラグナルを、人々は称賛したが、市長ハラルドソンはそんな彼に、危機感を覚えて、排除に乗り出す。 主張となったラグナルは、デンマーク王ホリックの要請に応じて、王とイエータランド主張ボルグとの領土紛争の仲介に乗り出したが決立し、戦闘状態に陥った。そんな最中、ラグナルの兄であるロロはボルグに籠絡されて、ラグナルを裏切り、兄弟同士で戦うこととなってしまった。戦闘は、ラグナルとホリック王が勝利し、ボルグとは、講和を結んで共に、 西へ遠征に向かうこととなった。ラグナル、ホリック王、ボルグは年月をかけて戦力を整え、再び西の海を越えて遠征に向かうためにカテガットに集結した。しかし、ホリック王は出発直前になって、かつて争ったボルグはやはり信用できないとして、遠征軍にボルグは加えずラグナルとホリック王のみ、遠征することとなった。 今回の航海は嵐に襲われたため、いつもとは違うウェセックス王国にたどり着いた。ウェセックス王国のエグバート王は、ノーサンブリア王国を襲撃した北の民の噂を聞いて、ウェセックス王国にも来るに違いないと戦力を整えて、待ち構えていた。王となったラグナルは、エグバート王との和平協定に則っ,って、定住地を受け取るため、ウェセックス王国へ、再び大軍を率いて赴いた。 和平協定は、ラグナルたちが、ウェセックス王国内に定住地を受け取る代わりに、傭兵として、エグバート王のために戦うという内容だった。ウェセックス王国の隣国であるマーシア王国では、王族間で王位を争う内戦状態にあり、エグバート王は、マーシア王国のクーエンスリス王女に肩入れして、マーシア王国に対する影響力を拡大しようと拡作していた。そこで、ラグナルたちを、 クーエンスリス王女の傭兵部隊として、マーシア王国の内戦に介入させることにした。ラグナルは、クーエンスリス王女を擁し、エグバート王の息子エセルウルフの部隊と共に、マーシア王国へ侵攻を開始した。西フランク王国の王とパリへの襲撃を、多大な被害を出しながらも何とか成功させた、ラグナルだったが、襲撃時に負った傷に苦しんでいた。その間に、 以前アセルスタンを殺害したフロキをビオルンが処罰し、互いに険悪な関係となってしまった。一方、ラグナルたちの撤退に同行せず、西フランク王国に残ったロロは、バイキングと西フランク王国の和睦の証として、シャルル3世の娘ジゼルと結婚しノルマンディー公を、受尺された。野心に目覚めたロロはすぐにバイキングを裏切って、共に残っていた仲間を殺害し、 再び襲来するであろうラグナルたちに対する防衛策をパリハクオドと共に練り始めた。マーシア王国では女王となったクーエンスリスが反対派によってラグナルとの間に授かった息子マグヌスともども遊兵されていた。マーシア王国での影響力喪失を恐れたウェセックス王国のエグバート王は息子のエセルウルフにクーエンスリス救出を命じた。 本作のシリーズ1から5にかけての主人公。デンマークカテガットの元農民で、バイキングで初めてイングランドを襲撃した戦士でもある。後に、ノルウェーデンマークの資料たちを率い、イングランド、北、フランスを荒らし回り、バイキングの中で伝説的な英雄となる。ラグナル・ロズブロークの初めの妻で、豪遊のビオルンの母親、盾の乙女でもある。 カテガットの主張ハラルドソンの妻、凄腕の船大工、ラグナルとは古い仲であり、物語のキーパーソンである。信仰心が強く、古代信仰を深く信じているが、あまりにも強いためラグナルとの間にトラブルを生むこともしばしば、ラグナルとラゲルサの息子、ラグナルの2位、リンデスファーン修道院の元修道士、ラグナルラのイングランド襲撃の折、ラグナルラに捕まり、 カテガットまで連れて来られる。後に、ラグナルと、意気投合し、イングランドやフランス、キリスト教について、ラグナルに伝え、ラグナルの大遠征のきっかけとなる。物語のキーパーソンの一人、カテガットの主張。自らの主張の地位を第一に考えている。ラグナルの5歳。後のバイキング内戦のきっかけとなる。スウェーデン、ウプサラの王。ボルグ主張と領地を巡り争っている。 イングランドのウェセックス王国国王。作詞な王で、イングランドにおける勢力拡大のために、バイキングと同盟したり、逆に侵攻してくるバイキングを迎撃するために、イングランド内の他国と同盟したりとなかなか食えない。デーン人の主張。ラグナルの元に結集し、フランスパリ襲撃に一役買う。西フランク王国の国王。重心モード博の言いなり。シアオ信者である。 ノース人の王。ノルウェー統一を夢見ている。ハーラル一世の弟。ラグナルとアスラウグの末息子。足が悪く、戦地では、チェリオットに乗っている。戦術にたけ、サクソン人や敵対するバイキングらを翻弄する。ラグナルとアスラウグの息子。ラグナルとアスラウグの息子。ラグナルとアスラウグの息子。ウェセックス王国に仕える、戦う指教。ありがとうございます。